3人とも中忍試験の準備は整え、お前たちなら精一杯やってこい。それではこれより中忍試験第一次試験を始めます。下忍の皆さんには10個の問題を出題します。皆さんはこれだと思う正解を選択していってください。すべての問題をクリアすれば一次試験合格です。よし、やってやる。それでは第一次試験開始。確かこの答えは、これは簡単だってばさ。ってことにならないように。どうした、ボルト。あのよ、ああ、あのね、
就任試験の準備、お前たちならできる。精一杯やってこい。それではこれより就任試験第一次試験を始めます。下任の皆さんは全ての問題をクリアする。よし。それでは確かこの答えは、これは簡単だってばさ。クソ親父の問題かよ。この問題、歴史の問題じゃねえぞ。ことにならない。どうした、ボルト。就任試験だ。お前たちなら精一杯やって。それではこれより就任試験第一次試験を始めます。下任の皆さんは全ての問題を。よし。それではThank you.
け。確かこの答えは、これは簡単だってばさ。げ、クソ親父の問題かよ。問題、歴史の問題じゃねえぞ。ってことにならない。どうした？就任試験の準備。お前たちなら精一杯や。それでは、下人の皆さんには、皆さんは全ての問題。よし。それでは。確かこの答えは、これは簡単だってばさ。げ、クソ親父の問題かよ。この問題、歴史の問題じゃねえぞ。よっしゃ、俺にかかれば楽勝だってばさ。よくやったぞ。筆記試験くらい。よしよし。さて、次は二次試験。じゃあ少し休憩。休憩でも次の準備でも。よし。はい。